リバプール監督時代のダルグリッシュサーケネス・マティソン、ダルグリッシュはスコットランド出身のサッカー選手、サッカー指導者。1970年代から1980年代にかけてセルティックとリバプールで活躍。イングランドとスコットランドの両リーグで100ゴールを挙げた最初の選手となり、1983年にはバロンドールの投票で第2位となった。 リバプールでは通算515試合172ゴールの成績を残した。スコットランド代表としてはキャップ数、ゴール数ともに同代表史上最多の102キャップ30ゴールを記録している。プロテスタントの家庭に生まれ、アイブロックススタジアムの近所で育ったダルグリッシュは幼い頃からレンジャーズのファンであった。しかし、 レンジャーズからの誘いはなくたクラブのトライアルにも落ち、レンジャーズの最大のライバルであるセルティックに入団することになった。1967年に契約、1969年にプロデビューを果たす。1971から72シーズンからレギュラーに定着。1977年、ハンブルガー SV に石下ケビン・キーガンの後釜として、 44万ポンドという当時のイングランド史上最高額でイングランドのリバプールに移籍。2度の得点王を獲得し、7回のリーグ優勝と3回のチャンピオンズカップ優勝などに貢献のニックネームで呼ばれた。イアン・ラッシュがレギュラーを獲得して、2トップを組むようになるとゲームメーカーとしてプレーした。 スコットランド代表では1971年から1986年までプレイ。1974年のワールドカップ予選、1972年11月15日のデンマーク戦で代表初ゴールを決め、FIFA ワールドカップには3大会連続で出場した。1978FIFA ワールドカップではオランダ戦で、1982FIFA ワールドカップでは ニュージーランド戦でゴールを決めた。1985年、ヘイゼルの悲劇の直後に辞任した、ジョー・フェーガン監督に代わって、リバプールの選手権監督に就任。1985から86シーズンには、リバプールを初となるリーグと FA カップの2冠に導いた。1991年10月からは、ブラックバンド・オーバーズの監督を務め、 1992から93シーズンに同クラブを久々の最上位リーグ昇格へ、1994から95シーズンは81年ぶりとなるリーグ優勝へ導いた。ニューカッスルでは1月から途中就任し、チャンピオンズリーグ出場圏内に導くが、夏のオフで独断で主力を放出し、補強を断行すると、シーズン開始後から低空飛行を続け、解任された。 このシーズンからニューカッスルが低迷期を迎えたことや主力の放出でチームが弱体化したことから未だにニューカッスルのサポーターには恨まれている。2000年の一時期にフルスノセルティックの暫定監督を務めて以降現場からは離れていたが2011年1月8日退任したロイ・ホージソン監督に代わりリバプールの監督に復帰した。 2010から11シーズン終了までの契約だったが、就任した時点で会に低迷していたチームを最終的に6位にまで押し上げ、5月12日には2014年までの3年契約を結んだ。2011から12シーズンはカーリングカップ優勝、FA カップ準優勝とカップ戦では結果を残したもののリーグ戦では8位に低迷。3シーズン連続で UEFA。 チャンピオンズリーグ出場権を得られず、シーズン終了後の2012年5月16日に解任された。2013年10月、非常勤執行取締役としてリバプールに復帰。2017年10月13日、クラブへの多大な貢献が称えられ、アンフィールドのセンテナリースタンドがサーゲニーダルグリッシュスタンドに正式に解消された。ありがとうございます。